こんにちは、美顔デザインチャンネルです。視聴者さんからのご質問に回答します。痩せたけれど もう耳のあたりの下ですね、このあたりがはっきりしないということですね。あとはくるぶしはひっついてるけども膝のところがひっつかないという状態です。あとはまあ体調不良もあるということですけれども、まずは顔の方からですね。結局はね、僕もそう今試してるんですけれども、このような感じだと思います。こっちが正常ですね。まっすぐの体の軸がまっすぐで、こっちがストレートネックというか座ってて首を前、顔を前に出してるんですね、少しね。で首がまっすぐになって背中が曲がってという状態で、何が悪いかというと、この緑のところですね、この喉元で呼吸するところの気管であるとか、食道も含めて口から入ってこう肺に行くか食道、胃に入っていくか、その、管が前に落ちているような気がします。自分もそうなんですよね。でこの姿勢をずっと続けていくと、対応して体の方が対応して、やっぱり呼吸もね大事ですから、前の方に広げていくようなイメージがあります。なのでまずここをどうにかする、痩せさせるというよりも、この頭をもうちょっと後ろに持っていって、この軸を揃えた方が息もしやすくなると思います。息がしやすいということは、この前に出てる仮説ですよ、僕の仮説ですけど、前に出てる分が正しい位置に戻っていく、よって中から前に突き出しているので膨らんで見える、ぼやけて見える。それでも元の位置に戻ればスペース的に空きができますからね、そこへ自分の元々のパーツが戻っていけばスッキリしやすいと思います。あとはこの辺りはね、動かしにくいです。こうするとね、動かさないから筋肉もたるんでいきます。運動されててもここの運動は全身運動では改善できません。この首を突き出すと首の横に力が入ってしまうんで、後頭部の方にの筋肉は弱まるとこの辺りの締まりがたるむように思います。なので改善策としては、まず姿勢をこう良くしていただく、これはもう常に気をつけて、前向いてたらと思ったら引くようにしてね、であとはディスプレイをもう少しちょっと背伸びしないと見えないぐらいね、座ったままでもちょっとこう上から見下ろすような感じで角度を変えていく、そうするとこうよりもちょっと前伸ばさな見れないというので、自然と姿勢が良くなるようにセッティングするですね。あとはこの、入力するところをもうちょっと高くするとかね、こうなりにくいように、手元に引き寄せてディスプレイとの距離を取るとか、そういう風にしてください。まあディスクトップの時はできますけど、ノートパソコンの場合はちょっと角度を変えたりね、入力するキーボードだけ外付けでやるとか、対処法はあると思います。まずそれが一つで、あとは足の方ですね。くるぶしはひっついててもここが合わないというのは、ちょっと膝が曲がってるのね、やや曲がって体重が内側に入る、それに伴ってこのふくらはぎ、膝から下が外へめくれていって、こういった状態になる。でこれに関しては足首の真ん中とお皿ですね、ここが前に正面を向くように立ってください。でこれはタオルでも枕でもいいですから、入れてギュッと締めたまま屈伸、ゆっくり曲げて、このぐらいまでいいです、ちょっとだけ曲げて息を吐きながら締めて伸ばしてください。軽く曲げてギュッとここを締めて、両方ね、で締めたまま力入れたまま息を吐きながらゆっくり伸ばす。で最後はこの内側に力が入っている状態でフィニッシュ、それを繰り返してください。でここ弱ってるからね、こうなってくるんで、あまりいっぺんにせずに5分ぐらい、1日5分ぐらいの運動をしてください。でしんどかったら、筋肉痛が起きたら3分ぐらいにして、屈伸をしっかりやるように。であとストレートネックの矯正はここへねタオル当ててこう強引に引っ張ったりとかするのはやめてください。で仰向けに寝て、頭、首の後ろがベッドや布団につくようにこうまっすぐこうつけてみてください。このまま首を後ろに、そうすると首の後ろにこうバーンと筋が張って、ここよりもこっちの方にね力が入った方がこの辺がスッキリするように思います。でこうするとあまり使わないので、こうしたら結構動いてると思いますからね、ちょっとやってみてください。このまま喋っても振動はしますよね、喋ってるからね。
であまり動きません。こうした方が動いてますから、それで引き締まってくると思います、ね、ここあんまりマッサージしても実際はあんまり痩せません実際はね、はい、それに姿勢と、こういった運動ですね、姿勢を整えるための運動を組み合わせて、地道にやってほしいと思います。汗をかきやすいとかそういったのはね、もっと体温調節がうまくいかない、体調面から整えないとダメだと思います。自律神経と一日周期の切り替えがうまくいく、うまくいかないから、汗をかいたりするんでね、切り替えのための朝夜のメリハリ、そして温度のメリハリは呼吸でゆっくり整えていくというふうに、中と外からね、両方から調節するのがいいと思います。まあ、簡単でしたけど、まず姿勢から整えていってください。姿勢を整えると呼吸もしやすくなりますから、余裕が出たら呼吸をしていくようにね、姿勢、運動、呼吸と、あとは生活の、時間調整とかね、そういったところは、できると思いますからね。でストレートネックは、この体の方を調節して、痛みとかね、そういったことが起きないように、悪化させないようにしていくのが、長期的な計画的な矯正になっていきますので、ね、ぜひ試してみてください。あなたの美顔そして健康に役に立ちますように。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。画面上でやるのがちょっとどれぐらい分かりやすいのかなって思ってたんですけど、肩をこう伸ばす、ちゃんとできてればここの背中の後ろのところが痛いはずとか、そういう一言があるので、画面上のデメリットっていうんですかね、がカバーできてて、はい、良かったかなと思います。実際受けてどうですか、顔の変化というのは。1回目から2回目の間でも自分の中で結構変化が見えて、鏡とかでも分かりやすく変化が出てたので、はい、マッサージする励みになりましたね。